皆さんこんばんは。本日もフラットさんが行く。過去最高に近すぎるよ今の。ね。私たちは今どこにいるの？早いんだよ、だから毎回言うけど。すごいキラ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 。じゃ毎回言うけど、夜もつけましたよね。もうね。つけまくりましたね。ましたね。宮崎台から、はい、宮崎台の徒歩5分ぐらいかな、うん、ライフのライフの曲がって来たところにあります。こちらグビグビさん、ここは僕あの本当家から近くて、うん、もうあのそれこそ最近できたんですけど、すごい外観も可愛いですよね。そうそうそう、すごい可愛くて、なんかねあのバナーもいいよね、うん、そう、素敵だし、なんかこの、うん、キャラクターがなんともね、かわいらしい、かわいらしい、多分あれなんでしょうね、料理長さんのオーナーさんの絵なんでしょうね。 ね、ちょっと確かめなきゃね。じゃあね、うん、夜もつけたのでね、お腹も空いたから、お腹も空いたので行ってみましょうか。ではレッツラゴー。何これ。こちらは横浜ユーポスが運営するクラウドガレージという店です。高品質な輸入車から珍しいお車まで様々取り揃えておりますので、ぜひ皆様お気軽にお立ち寄りください。ご相談もお待ちしております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。グビグビの篠田さんです、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。もう入ってきてからもうおしゃれな空間なんですけど、この宮崎台にオープンするきっかけとか地元とかだったんですか？地元は僕二子新地。あ、でも近い、はい、近い近い、はい、それで、母が実はちょっとずっと美容室やってまして、そこで僕も小さい頃からこの町は来てたんですけど、ね、あ、ゆかりがあったんですね。ただあのお客さん、美容室のお客さんからずっと食べるもののとこがあんまり少ないのよねっていう話は聞いていて、で僕も、まあ、飲食の道に進んだので、はい、まあ、いずれはやりたいなっていうのはあったんですけど、まあ10年12、3年ですね、はい、やって、その上で、まあ、ご縁があったのでここでやろうかな。じゃあ待望のオープンをされたってわけですね。はい、嬉しいですじゃあそんなお店の一押しメニューとかありますか？はいはい、一押しは僕らはやっぱり毎朝持ち込めて練ってるピザですね、うん、ピザ、はい、ピザはうちは薄力粉とか強力粉っていうあの真っ白い粉ではなくて、はい、その前ですね、全粒粉、はい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 、全粒粉っていうものちょっと茶色いものなんですけど、うんうん、を使ってあの作ってるピザなので、はい、結構香ばしいですし、うん、ザクザクした感じというかミネラルも豊富ですし、おすすめです、はい、もうおすすめなのが伝わってきたので今日はちょっとおすすめをお願いします、はい、食べてください、いただきたいと思います、はい、テイクアウトもされてるテイクアウト、はい、ピザやってますよ、はい、ぜひぜひ、はい、食べたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあなっちゃん、はい、今日もお疲れ様でございました。お疲れ様です。乾杯。いただきます。なっちゃんのが見て、ほらひなのビール、ひなのビール、タヒチのひなのビール、ひなのちゃん見てるか、君のビールがタヒチから届きましたよ。あなたか、あなたか、なんだっけ、遠野池だっけ、名字加藤の、加藤の加藤のなんで遠野池っていうね、茨城さんかと思ったらタヒチさんだったっていう、あなたが、これがね、今なっちゃんが飲むんだよね。で、僕はこのイタリアのモレッティという、何モデルロっていうのかな、これがかわいい、メキシコのってたよね、ボトルがかわいいって。じゃあジンさんこれ、はい、じゃあいただきましょう。いただきましょう。いただきます。うん、はい、おいしいです。モレッティなんかね、どう、あ、飲みやすい。え、なっちゃんさ普段あんまりビールなんか飲まないでしょ。ビール飲めないんですよ。でもやっぱさ、ひなのビールでも飲めるんだね。飲めちゃうかもしれない、ひなのちゃん。すごいじゃん。フランス領ポリネシア、なんかね、そんな苦くない、すっきりしてる。なんだって、わかんない、なんですか。なんかこういうね、世界のねビールが飲めるっていうのもここの
特徴らしいですよ。イタリアは行ったことない。ある。ある。どこ行った？イタリア。イタリア、アマルフィ海岸とか。めちゃくちゃいいとこ行ったね、うんうん、結構なんか巡ったからいろいろ。はいはいはい。南の方ですねかな、うん、なんか列車とか乗り継ぎな気がする。天井遺産付きのローマですよね。だからそうすると多分行ってるの。ナポリ、うん、あとなんだっけ、あのあそこん、シチリアと違う違う、船で乗る、うん、ベネチア。あ、そう、ベネチア。詳しいでしょ、意外と。意外とね。そう、意外と。僕ね、だから行ってたから。行ってたから。行ったんだよ。そうそうそう。3日ね。あとは、あの、仕事で一時期行ってて、うん、で、あの、知り合いとも行ったんだけど、僕は、ベネチアの思い出は、もう最後の電車乗り過ごすか乗り過ごさないかの時に、うん、道に迷うっていう。あそこだって言ってますもん。わかるでしょ？もうどこ行っても迷路。迷路なのよ。行きたいお店に行けない。そう、もうほんとそう。で、なんかさ、ゴンドラ、っていうの分かる、うん、あの船ね、うん、ゴンドラもさ意外と名物の百姓の通りでございます。焦るんじゃないよ。焦らない。ありがとうございます。すいません、焦るんじゃないって言ってんの。だから低温調理で火は入れてるので、うんうんうん、ただ食感は生っぽい。最高、はい、ただ火は入ってます。最高。冷やしてますので、お好みでレモンを絞って、トマトを乗っけて、チュルッといっちゃってください。チュルッといっちゃいましょうよ。チュルッとグビグビよ。チュルッとグビグビですね、うん。カルパッチョでございます。うわー、なんかこう繊細。繊細。ソースは最強味噌を使ったソースが塗ってございます。最強じゃないですか、それ。ありがとうございます。周りはシソのソース。あらららら。お手伝いお持ちします。ありがとうございます。最強ですよ。最強の味噌ですよ。乗せてください。映える？映える。がイタリアンって感じになってきましたね。これなんで押してくんで、今これ写真に映らないように。サーセンだろう、こうだろうが、まあ、ちょっとレモン絞らせていただいて。はい、もう全然全然。僕はもうあのレモンにしろ。いい音したね、今チュルって。このね、ギュッと凝縮された飲みがね、うん、生きててよかったって思います。よかったね。本当好きなの。よかった。でも本当好きそうな感じよ。おいしい。おいしい、うん、新鮮。でもなんか今ね、ちょっと茹でてるって言われて。幸せでしょ。幸せね、響くこうだからさ。本当に失礼、ね、本当に失礼。こういう幸せをさ、プラスさん役でこんなね、幸せそうな顔して週6で不幸なんだから。珍しいですね、最近。うん、どうすか、新しい。なんか最近さ、うん、この間も言われたから新しい。言ってない。けど切れてます。切れてるの。今何で見てます。切れてんの。まず切れてないですよ。ああ、そうか、切れてないのって。いただきます。花と花のと思いね。ハイビスカスなのかな。絶対違う。うん、うん、すごい。なんかオリーブオイルが効きすぎてなくて、うん、でも最強味噌買ってて甘い。なんかその酸味っぽい感じなんだよね、カルパッチョっていつも思うのは。塩っぱいっていうか。でもこれは甘みです。うん、白身魚好きとしたらさ嬉しいよ。もう何回乾杯するんだよこれ。ジンさん、これ酔っ払ってますよ。もう酔っ払ってますね、確実に。はい、あ、魚市さんから仕入れられてるんですか。あの僕もちっちゃい頃から通ってたので、はい、今回は。あ、さっき聞いた地元の方なんですか。一応出身は違うんですけど、はい、あの住んでたのは鹿児島市。あ、そうなんですね。そろそろチャンつけるのやめた方がいいかもしれないですね。夏美組。これ一口でいく。どうした？まずい。おいしいの。
立派じゃないですか、本日の子。立派、めちゃくちゃ立派。そこで食べていいですか。すごいよこれ、食べに来ちゃってこの人。白子をこのパターンで食べるって珍しくないですか。うん、他にない。味がね、あっさりしててね、美味しいわ。うん、美味しい。なんだこれ、白子うま。白ワイン多分全然飲めると思うよ。いい音したね。ああ、飲める。めっちゃ飲みやすい。え、これ飲めるってさ、なっちゃんさ、普通に飲めるんだよ、お酒。飲めるけど、量が全然飲めない。うん、でも、これ全体飲めないですもん。普通に、それが、はい、まあ、美味しいって思うわけでしょ、これは。美味しい。うん。でも、コカ・コーラゼロが一番美味しい。お風呂上がりのやつ、そんなやつ。これさ、せっかく出してくれたさ、この多分、水仙室のね、おすすめワインとさ、コカ・コーラゼロ比較するか。予想外れたね。外れた。マルゲリータ。いや、なんか今白ワインを持ってきていただいたので、はい、もしかしたら来るのはシラスじゃねえかって言ったのがマルゲリータ。基本でいいじゃないですか。いいじゃないですか。ありがとうございます。北の香りっていう全粒粉を使ったマルゲリータです。全粒粉、全粒粉、北の香り、はい、北の香り。釜焼きイタリアンですから、もうここはピザが前菜。ジュンさん、ちょっと取って、うん、これ話してたよね今ね。うん、もうピザ取ってんの。このどうなのこれ。あ、熱々のうちに食べた方がいいですよ。辛い。どう。美味しい。見て、普通。なんか普通の生地よりやっぱり香ばしいかも。本当？全粒粉。全粒粉。えー。うん。一気にいった。うん、もちもち、すんごいもちもち。いいなぁ、うん、お腹空いてないんじゃないですか、もしかしたら。空いてきました。美味しいですよね、うん、食べちゃおう。やっぱマルゲリータですよ、ピザは。マルゲリータ美味しいピザ屋さんって他のメニューも絶対美味しいですね、うん、絶対美味しい。それね、よくイタリア人言うでしょ、言いますよね。イタリア人大体言うんだよ、うん、マルゲリータが美味しいお店は絶対に他のメニューも美味しいって、うん。すごいよこれ。イタリアンよね。やっぱね、このね、ピザの後の肉っていうね。一口目いってください。一口目いってください。もう柔らかそう。柔らかい。え、何？逆じゃないの？あ、間違えちゃった。分かってる、分かってる、分かってるよ。分かってるんだよ。ちょっと酔っ払っちゃったんだよ。食べて食べて。順番が全部逆。柔らかい。なんかい？これはうめえ。これおばあちゃんでも食べれる。もう何だろう、食べたい。むちゃうま、じんさん。むちゃうま。うん。皮も香ばしいし、うん、身もソフトだし、完璧でしょ、これ。うん。めっちゃ食うね、今日で。美味しい。美味しい？よかった。野菜美味しいですよね。よかったよ。なんか夏美が喜んでくれてよかったよ。よかったですね。幸せ。幸せ。週に1回の幸せでね。うん、週に1回もあってないじゃん。違う違う違う。俺、誰かじゃなくて、うん、夏美ちゃんの週に1回の幸せの日が今日でよかったなと思って、今週ね。いやいや、毎日楽しいですって。うん、あの、あれなんですよ。最近のハッピー。ティモンディ高岸さんの日めくりカレンダーを買って毎日めくってハッピーになってます。だってみちゅうちゅうすったら外さないよ。音出ちゃうんですもん、だってこういうから新しいのもらうし。うん、はい、はい、寒いので来ましたよ。来ました。熱々です。うわ、うまそう。すごいよこれ、ほら。うん、ね、あー、また匂いがいい。今いい香りしました。今の匂いがいいよ。うん、
パスタ似合いますね、うん、見えない見えない、うんうん、美味しい。お父さん美味しいね、うん、これからお父さんって呼んでいいですか。いいよ、お父さん感がすごいから。いいよ、さお父さんだったらさ、あるよこの図。うまい、ね、合いますよ、うん、うまいのこれな、ね、うまいっすね。うまいわ、うまいわ、これうまい。ダメだ、やめた方がいいよ。麺の、うん、麺のアルデンテ感がめちゃくちゃいい、うん、最高。この麺やばい、うまい。どう、はい、うどんに見えてくる、うん、うん、いや、これうまい。ここがね、あんまない炭水化物祭りしてください、ここ逆に、うん、あとあれだね、あのさっきの鴨の、うん、コンフィ、うん、あれも美味しかったね。美味しかった。うん、ぜひ宮崎大グビグビさんに食べに行ってください。家族でも OK だし、カップルでも OK だし、カウンターあるから一人でも行ける。そうそう、一人でもいいし、ね、そう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 、全然来れるし。でももうあの意外にここ場所的にも宮崎の駅から5分ぐらいで来れるので、ライフの横です。ライフの横、皆さん来てください。セーフ入りましょう本日もフラットさんが行く、ご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。